15日からは虹初めて現る。七十二候の一つで二十四節気生命の末候にあたります。この時期から日の光が強まり、冬に比べて虹が現れやすい時期と言われています。今回は普通の虹だけではなく、虹色が見られる様々な現象をご紹介していきます。まずはダブルレインボー。綺麗なアーチ状の虹の外側にうっすらともう一本虹を見ることができます。よく見てみると、はっきりと見える主虹と薄く見える副虹では色の並び順が異なっています。これは水滴での反射の仕方が少し違うためです。副虹はなかなかお目にかかれませんが、見かけたらぜひ2つの色の並び方に注目をしてみてください。続いては普通の虹よりレア度倍増な白虹。虹といえば先ほど紹介したような綺麗な色の並びが目を引きますが、中には真っ白な虹もあるんです。これは小さな水滴が多いところでできやすい白虹、または霧虹と言います。普通の虹は太陽の光が雨に反射して見られるのに対し、白虹は太陽の光が霧に反射して見られます。霧の粒は雨粒より細かいため、プリズムのように分光されず、全ての波長の光が同じように散乱されます。このため白く輝くのです。次は意外と見られるハロ。太陽の周りにぼんやりと光の輪が現れるハロ。その多くが天気下り坂のサインとなるため、ちょっと残念な気もしますが、美しい虹色の輪からは神秘的な雰囲気を感じますね。そしてハロの周辺も要チェック。ハロと同じくこちらも天気下り坂のサインと言われているアーク。こちらは太陽の上の方に現れる観天頂アークです。高層の雲の氷の結晶がプリズムの役割をして、太陽の光が屈折して色が分かれ、虹色の輝きが現れます。このアークには様々な種類があり、下部ラテラルアークは1年で一度見られるかどうかというレアな光学現象と言われています。この他にもたくさんの種類の虹色現象があります。ハロが出たら周りにアークがないかどうかもぜひ探してみてください。